前にキスしてもいい男は俺だけだ。結婚した以上、お前は俺のもの、俺はお前のものなんだよ。改めて言うのもなんだけど、うん、あさっての社長就任パーティーでお前のこと紹介して結婚を発表する段取りになってる。分かった。私も会社に結婚してること言ってもいい？いいぞ。会社は辞める。これからは奥さんとして北斗を支えるって仕事があるからね。ありがとう。散々モテてきたかもしれないけど、これからは私一人だけだからね。覚悟してよ。お前こそこの先一生俺しか男を知らずに過ごすんだぞ。いいのか？いい。なんだよいきなり。あ、いえね、扉が開いていましたものでついうっかり。要件は？大変なんです。例の粉飾決算を公表した件で会長がお呼びです。分かった、すぐ行く。どうしたの？ご飯は？後で説明する。北斗くんの命運も今日までってところかな。お父様もご立腹よ。何の相談もなしに粉飾決算を公表するなんて。こんなことはうちうちで処理しろと言ったんですよ。正義の味方ずらして墓穴を掘ったってとこじゃないですか。しっ、あんまり喋んな。どうしてですかお父さん。まさかあいつの味方をするんですか。北斗様がお見えになりました。遅れて申し訳ありません。これで揃ったな。そのようですわね。北斗が間宮繊維の粉飾決算を公表したことはみんな知ってると思う。間宮グループの恥部を世間にさらした。私に一言の相談もなしにだ。あっぱれだ。思い切った決断だ。気の小さな男はこういう間違いを上に上げずに下で揉み消そうとする。高雪、お前のような卑怯者がそうだ。は、粉飾決算を部下に指示したのはお前だろ。いえ。自分が担当したプロジェクトの損失を隠すためにやったことだな。申し訳ございません。私の監督不行き届きです。頭下げろ。マミヤ繊維の経営は北斗に任せる。ただし北斗、この部門の業績不振が世に知られた後、そのハンディを背負うのはお前だぞ。一刻
刻も早く信頼を回復して挽回するんだ。はい。親父もじいさんも寄ってたかって俺をバカにしやがって。もともと政治おじさんが退任したらあの社長のボスは俺に回ってくるはずだったんだ。それを横入りしやがって。昨日今日会社に来たやつに何が分かるって言うんだよ。落ち着きなさい。今やけになっても仕方がないわ。母さん大丈夫よ。お母さんに任せなさい。飛び降りてすぐに来んなのに君ずっと圏外。いつからファンファンファンこんなのおかしい。日に日にずれてくリズム So beep and beep 遠ざかる足音 Deep and deep さよならのカウントダウン。ダメだよ好きなのに Say goodbye もう一度 Baby tell me now Baby tell me now 冷めてく後でお話があるんですけど。後でいいよ。今ここで行って時間ないから。でもざんまできれば後で。だからそんな時間ないからここで行ってって言ってんの。実は私結婚することになりまして、というかすでに結婚しておりまして、入籍も済ましてまして。そっか、おめでとう。それでですね、ああお祝い金とか出ないからね、あしからず。そんなことはいいんです。これを機に会社を辞めさせていただきたいと。それは困るな。高梨さん、新しい人が決まるまで少なくともあと1ヶ月は働いてちょうだい。はい。ただあさってお披露目の会があるので、その日だけはお休みさせていただきたいんですけど。まあいいんじゃないの。しょうがないっしょ。とりあえずこれは預かっとくからね。すいません。マミヤ北斗！いや、あのマミヤ北斗？嘘でしょ。なんで、なんでそんな、信じらんない。そんな、なんでマミヤ北斗と知り合えるわけ。超お金持ちじゃん。そんな人と結婚したらこんな会社いる理由ないじゃん。そりゃ会社辞めるよね。あーもう嫌になった、私働きになれない。それ本当にマミヤ北斗、そっくりさんとかじゃない。てか騙されてるとかね。違う、本物。いいなあ、一人だけ先にセレブになっちゃう。もう私たちとカラオケとか居酒屋とか行けないもんね。そんなことない。それとこれとは別、誘ってよ。あ、合コンはいけないけど。裏切り者。いい加減にしなさい。さっさと店頭行って稼いでらっしゃい。早く立ちなさい。はい、あなたも早く来なさい。はい。矢上くん、今どこのメーカーも省エネに力を入れてますから、正直そんなに大差はないんですよ。だいたい年間1500円ぐらいですかね。もうちょっと検討します。はい、よろしくお願いします。Ha ha!
あ、なななな、あの、すみません、あの、このテレビなんですけど、あの、ここにあるだけですか？あ、そうですね、あいにく現品限りとなっておりまして、その代わりお安くしますよ。いやいや、ダメです、ダメです、ね、とね、あの、一個上のサイズではありませんか？確か、あったと思います。見てまいりますね。はい、私、待ちます、待ちます、はいはい。また怪我されると困るし。ありがとう。ごめんね、八神くん。何がですか？結婚してたこと黙ってて。マミヤ北斗さんのこと好きなんですか？ならいいです。社長就任パーティー、奥様がお披露目の席に着用される衣装やアクセサリー選びをお手伝いするようにと社長から申し付かっております。あ、かわいいこのドレス、ミシェルハーツですね。アクセサリーはいかがですか？これとこれもかわいい。そちらとこちらもミシェルハーツ。奥様はミシェルハーツがお好きなんですね。ミシェルハーツってあの綺麗な女社長の会社か。やはり今時の女子の気持ちをつかむのがお上手ですわ。まあいいでしょう、社長にご相談しておきます。まあいいでしょうって何か問題あるんですか？いいえ、全くもって何もございませんわ。失礼いたします。今夜は会社に泊まる、飯は済ませてくれ。帰るか。いいお肉だな、久しぶりだな、こんないいお肉食べるの。やっぱ金持ちと結婚するといいことあるね。そういういじましいこと言うのやめてくれる？お父さんがギャンブルにつぎ込むお金お肉代に回せば、うちだってもっとしょっちゅうすき焼きとか食べられたんだからね。いや、そんなこと言わないでよ。最近はちゃんと言いつけ守って一日千円にパチンコで抑えてるんだよ。あ、貯金だってちゃんとしてるんだよ。そっか、えらいえらい。心がこもってない、ブー。えらいよ、お父さん。卵取って。はい、どうぞ。はい。あ、結婚発表するのいつだっけ？あさって社長就任式があって、うん、その席で発表するって。そうなの？場所はどこ？やっぱタクシードとか必要だよね。あ、会社関係のパーティーだから今回はとりあえずパスしてくれる？そうなの？うん、ごめん。そうか、見たかったな、千葉ちゃんの晴れ姿。でもいつかそのうちやるんだよね。え？本当の結婚式。あ、うん、多分。ではよろしくお願いします。こちらこそ。ではまた。さて、会社に戻るか。就任式に向けていろいろ準備しなきゃいけない仕事があるんだ。結婚発表するんでしょ？式を挙げない代わりのけじめだよ。まあ仮の披露宴みたいなもんだ。秘書の相馬さんから電話もらったわ。奥様のドレス一式をうちで揃えたいって。ああ、よろしく頼むよ。彼女に似合う服を選んでってくれ。ごめん、無神経だったか。無神経は昔からじゃない。そうか、じゃあな。ねえ、
その式の演出、私にプロデュースさせてくれる？私からの花向け。あなたのこと、ちゃんと卒業するために頑張りたいの。わかった。頼むよ。様の奥様ですね。お待ちしておりました。いかがですか、奥様。どうだろう。これもいいけど、これとどっちがいいと思います？どちらもよくお似合いですよ。でもこちらの方がぐっと個性的で、奥様の若々しさがより引き立つように感じますけど。そうですか。じゃあこれにします。かしこまりました。これはイタリアから生地を輸入して作った一点物なんですよ。へえ、いいものを選びいただいてよかったわ。いえ、ありがとうございます。今回の就任式はお式の代わりだから、一番似合うドレスを選んで差し上げてほしいって昨夜間宮さんからも言われたんですよ。昨夜美咲さんといたんですね、北斗は。ええ、お酒をご一緒してなんやかんやと話し込んでしまいました。間宮さんとはお付き合いが長いものですから。お付き合い？あ、ずっと仕事で。お仕事だけじゃありません。間宮さんがアメリカで経営学を学んでらした頃、私も同じ大学にいたんです。そうですか。美咲さんモテたでしょうね。綺麗だし。モテるなんて。そんなことより、女の幸せっていうのは自分が好きになった人、愛する人に愛されるかどうかです。そう思いません？そう思います。先週から今週にかけて我が社の株価が 17% 下落しています。これは明らかに粉飾決算の公表による悪影響ですよね。社長はどう責任を取っていかれるおつもりですか？病気を治すにはまず膿を出さなければならない。株価の一時的な下落はその副作用です。今大事なのは、トップは変わって間宮繊維は変わった、改革によって刷新したというイメージをいち早く業界に向けて発信することです。そのために現在進行中のプロジェクトも含め全てを洗い直してみました。正直いくつか疑問に感じるものがありました。海外ブランドとのデザイン類似性が指摘されかねないプライベートブランドの安易な開発、特にルネクレール社とのコラボ商品であるトートバッグと T シャツ、この担当は間宮常務、あなたでしたよね。今年7月の売り出しに向けて開発中の商品です。これは前社長の肝煎りの事業ですよ。1年間たっぷり準備に時間をかけて。準備にどれだけ時間をかけたのかが問題じゃない、どんな準備をしたのかが問題なんです。ルネクレール社は過去にもデザイン盗用で何度か追訴されている。経営状態にも疑問がある。明らかに問題のある会社です。しかし社長、このプロジェクトは中止してください。わかりましたね。はい。ねえねえ北斗、この踊り
このネックレスとこっちとどっちがいいと思う？でね、その上にカチューシャとかしたら大げさかな。ああ、いいんじゃないか、それで。何その気のない返事。全然見てないじゃん。今それどころじゃないんだよ。もういい。自分で決めるから。会社大変なの？まあ、まあな。あ、そういえば相馬さんが言ってたよね。なんか会社が大変なことになってて、北斗に後で説明するって言われてそのまんまになってた。ああ、そうだな。あれって何なの？どういうこと？教えてよ。私奥さんなんだからちゃんと知っておきたい。お前ヤフーニュース見てないのか？見ない。じゃあ知らないんだな、うちの会社が粉飾決算を公表したこと。粉飾決算って何？どういう字？そこからかよ。しょうがないでしょ。ごめんね、教養がなくて。粉飾決算が何か自分で辞書引いて調べろ。経済の裏を一からお前に教えるほど俺は暇じゃないんだよ。分かったよ。何もそんな言い方しなくてもいいでしょ。マミヤさんがアメリカで経営学を学んでらした頃、私も同じ大学にいたんです。美咲さんとはきっと話が合うんだろうね、北斗。ああ、経済の話とかさ、世の中の話とか。アメリカン大学で一緒だったんでしょ？彼女から聞いたのか？北斗、私に嘘ついた。美咲さんとは単なる仕事の付き合いだって言ったよね。単なる仕事上の付き合いだよ。今は。今は？昔は違ったってこと？説明するのは面倒だ。昨夜会社に泊まるってメールくれた時、美咲さんと飲んでたんだよね。なんか怪しくない？うるさいな。いちいち女房面すんなよ。あ、そうでしたね。入籍はしたけどお披露目はまだだもんね。今ならまだ考え直せるよ。どうする？はい。相馬です。お話ししたいことが。なんだ？週刊誌に奥様のことがすっぱ抜かれてしまいました。まだ印刷前なんですが、編集部がゲラを送ってきたのでたった今メールしました。見ていただけますか？エリートイケメン社長間宮北斗を射止めた元キャバ嬢の悲惨な過去。何これ。お父さん、週刊誌の記者に取材受けたでしょ。あ、いい人だったよ。すみません、なんて言うと野球のチケットとかさ、暴力事件とか洗濯石鹸とかこんなのいっぱいくれたのよ。こんなもんに釣られてなんでペラペラ喋るの？あることないこと。嘘は言ってないよ、全然。千和ちゃんがキャバクラで働いてたこととかさ、お父さんがギャンブルで大負けしてそれを今の旦那さんが全部助けてくれたこととかさ、全部本当のことでしょ。そうだけど、だけどそういう記事読んだら人はどう思うよ。借金背負ったキャバ嬢に色仕掛けで落とされたみたいな。私はいいけど北斗のイメージになって傷がつくんだよ。そっか、そこまでは考えてなかったな。考えるでしょ普通。北斗ごめんね。え？私このまま北斗と結婚していいのかな。ただでさえ会社が大変な時にこんなのマスコミに取り上げられたらさらにマイナスだよね。私ずっと言われちゃうんだろうな、金目当てで結婚したって。
そんな声は俺が黙らせる。人の噂も75日だ。お前はただ普通にお前らしくしてればいい。気にすんな。申し訳ありませんが、本日の就任式なのですが、会長のご判断で結婚の発表は延期となりました。どうすれば記事を差し止めてくれますか。金さえ積めば解決できるとか思ってます。ダメですよ。こっちには言論の自由があるんだ。これキャプション直ってないぞ。この記事が世に出たら妻は間違いなく世間からバッシングを受けます。あなたは妻のこの先の一生に責任が持てるんですか。知りませんよそんなの。今月号の読者アンケートでも人気なんですよ、社長のコーディネート。嬉しいわ。あとは外のテラスで撮影しながらインタビュー受けていただけますか。ねえ、あれ何かあったの。おはようございます。あれ今日お休みするって言ってなかったっけ。確か結婚、結婚の発表が延期になったんです。お願いします。しつこいな。マミヤ社長、奇遇ですね、こんなところで。これは設楽社長、どうもお疲れ様です。ありがとうございます、ロンドンの取材を受けていただいて。こんなくだらないことが記事になるのね。まあ読者の好みなんでね。ところでお宅の出版社にうちは広告料いくらお支払いしてましたっけ。合計いくらだっけな。あなたじゃ話にならないわ。編集長呼んでくださる。あ、はい。助けてくれるのか。これは貸しよ。後でビジネスで返してもらえますから。北斗、何？今日結婚の発表することになった。今すぐ来てくれ。大丈夫なの。週刊誌の記事差し止めになった。ミシェルハーツの設楽社長が顔聞かせてくれたんだよ。美咲さんが。タクシーですっ飛ばしてこい。ドレスマクセサリーも相馬に運ばしておく。分かった。高梨くん、ちょっとこれ頼むね。すいません、今日やっぱり早退します。今来たばっかりよ、たった今。その行かせてあげてください。僕その分残業しますから。本当だね。しょうがないな。ありがとう八神くん。八神くんね、これエリアごとに。お願いします。就任式もう始まってます。早く。美咲さん、今度のこと本当にありがとうございます。北斗から聞きました。記事を差し止めてくれたって。それとごめんなさい、私美咲さんのこと誤解してました。あまりにも綺麗だし、それに北斗のこと昔から知ってるから、なんかもしかしたらって。お礼は後でいいから早く。はい。
奥様の準備整いました。皆様、この度の間宮繊維社長就任に加えまして、実はもう一つご報告させていただきたいことがあります。先日とある女性と入籍いたしました。チワ、皆さん、妻の千和です。千和と結婚するにあたり、実は会長からの強い勧めがありました。千和の祖母にあたる女性が会長のかつて愛した女性だったという因縁があり、千和との結婚はいわば私が間宮家に迎え入れてもらうための条件だったのです。しかし今私は彼女との強い絆を感じています。千和こそ私の運命の女性だという実感があります。ありがとう、チワ。もしもし、編集部ですか？間宮北斗さんのことで耳寄りな情報があるんですけど。てっきり君が北斗と一緒になると思ってたよ。美咲さんと付き合ってるってどういうこと？一切謝罪はしません。失敗したとしてもあいつが全責任を取って辞めれば済むことでしょ。夜のお仕事の経験があるんですよね。妻だけが良きパートナーとは限らないと思いますけど。私は全て計算した上で動いてますから。辛くなったらいつでも相談に乗りますから。お前にだって俺の知らない過去ぐらいあるだろ。What do you want to eat? Dumplings. 饺子。我的天哪，太神奇了！妈再也不用担心我不会说英语啦。有道翻译官，懒人必备，外语贤妻。